生誕祭お疲れ様とありがとうございます。はい、無事に生誕祭終わりました。大阪ね、大阪は無事に終わりました。大阪無事終わったんですけど、来てくださった方いらっしゃいますか？衣装めっちゃ好みでしたって。ありがとうございます。嬉しい。さっきもめっちゃ今回の衣装もすごくお気に入りで、あんまり青色の衣装をね着ることがなかったので、多分みんなも新鮮な感じやったんじゃないかな。そう、東京は明日からチケット発売スタートいたします。行ったよって、ありがとう。ナマステ。 Can you understand English? Happy birthday. Thank you. 嬉しい。私もすごくね、新鮮やったって。東京はまた衣装変わるの？変わります。もうがっつり変えちゃいます。もうがっつり変える、ほんまに。東京と大阪、あ、嬉しい。そう、今回はね、今回は、まあ、イメージがね、来た人にしかやってないんですけど、イメージがあってそれに合わせてやったんですけど、東京もまた違う衣装で登場したいなと思ってます。青めっちゃ可愛いよな。私もなんか水色とか、なんか私服でもそうなんですけど、基本的になんかパステルカラー、淡い色のお洋服を着ることが多いんですけど、今回だからそのもう何、ビビッドブルーっていうの、わかんない、なんかもうパッキリした青じゃないですか。それが私自身もすごく新鮮だったので、よかった、みんなに褒めてもらえて嬉しい。東京でも、そうですね、撮影可能タイプは、可能タイムは作ろうかなって思ってます。はい。ポーズ？あ、出た！これ。これ出るときと出ないときがあるんですよ。お、出た。今日連続で出た。愛知に来ますか？愛知には生誕祭行かないんですけど、今日は大阪の生誕祭をやって、8月12日、もう本当に私の誕生日を迎えた後にやる生誕祭を東京で開催するので、もしよかったらお時間ある方は来てほしいなって思います。ハート。China, yes. I have go to China.来てくれた方いらっしゃるかな？どうやったかな？そのね、撮影可能タイプ時間でもみんなすごく綺麗に写真撮ってくれてて、まあ全部見えてないんですけど、ゆっくりまた検索してみたいなって思ってます。I am from Japan。 笑顔がたまらなく可愛いやって、ありがとうございます。ねえ、くーちゃんびっくりしたね。私もくるみが来ること全然知らなくてサプライズだったんですよ。めっちゃ嬉しかったし、最後はね、これはもう大阪に来た人だけのあれですけど、すごい楽しかったね。なんかエモかったね、くるみと楽しかったです。悩み事相談面白かった。いや、面白いっていうか、私真剣に答えたんだけどなとか言ってよかった、楽しんでもらえて。まあね、解決してるかどうかはまあ最終的に置いといて、楽しかったか楽しくなかったかのこのね、これだけなんですよ。あ、そうだね、久しぶりに言えましたもんね、それもね、ありがとうございます。そうそうそう、くるみ
膝立ちで出てきとったわ。ほんまに、おっそーみたいな。そう、ろうそくさ、消えるからって言って、めっちゃ一生懸命やってきてくれたけどさ、なんかそれの動きで逆に消えへんかとか思ったけど、ちゃんとね、ろうそくをきれいに、つけたまま持ってきてくれました、くーちゃん。すごい嬉しいね。ご利用しそうだ。そんなことないですよ。もうすごく好評やったんで、これなんか東京でももしなんかね、やろうかなと思ってて、皆さんなんか悩み事あります？とか言って。皆さん悩み事あります？ぜひ、こちらまで、東京の生誕祭でお答えしますので、もしよろしければ、ぜひ、メッセージください。本当にたくさんの方にそのお悩みのリップクリームしてる。なんで分かったん？怖っ。なんで？もちろん、もちろん生誕祭の写真もいっぱい撮ったので見せます。東京でもお願いします。させていただきます。ぜひね、お悩みある方は言ってください。さきさんの笑顔と声に癒されてますって。ありがとうございます。ライブって何？インスタライブの話かな？インスタライブの話かな？堀さん、東京に現れるんでしょうか？わかりません。地方にも来てほしい。そうね。でもね。そうだね。行きたいんだけどね。ねえ、行きたい。すごく行きたい気持ちはいっぱいあります。あ、インスタライブね。ありがとう。ライブ来たことないじゃん。ライブ来て。ライブ来てくれたら多分もっと楽しいと思う。本領発揮よ。東京は8月12日の祝日になります。祝日に、私の生誕祭をやるので、よかったら。っていうか、ぜひ来てください。まあ、大阪来た人も楽しめるような、また違ったセトリと、お衣装とで、やろうかなと思ってます。いつか行きたいって。来て！どこに住んでんの？東京やったら来て。今はインドにいないです。もうね、今日は生誕祭だったので、日本にいます。今日の瀬戸知らないんだけど、東京変わります。定期的にイベントしてほしい。そうね。ちょっとできるように頑張りたいです。頑張ります。次に訪れたい場所は、I want to visit。どこだろうな。パリス。パリス。行きたい。エッフェル塔。カムツケラ、クララ、クララ。え、どこだっけ？ Where？ カントリー？ What country？ ケララ？クララ？ちょっとわかんないな。どこで聞いたことあるな、でも。どこや？ 東京こそ。ね、ぜひ、本当に来てください。よう喋るし、よう歌うし、踊るし。うん。ぜひ来てください。インディア、うん、この間行ったばっかりやで。インディア。 Where are you staying in Delhi？ No, no, no. I'm Japanese in Japan now. I want to meet you. Coming Japan。カミング。疲れ様。ありがとう。こんばんは。まあね、今日はちょっとなんか、そうだから、まあ大阪のセットリストとかまだちょっと秘密にはしてほしいんですけど、大阪来た方はね。でもちろんセットリストも変えるはあるんですけど、その、
ちょっとね、東京の方にも楽しんで、初めて来る方ももしいらっしゃったら、シーにしたいから、ちょっとシーでお願いします。ちなみにナッツライバーですね、あさってになります。やります。I love you. Thank you.こんばんは。こんばんは。了解しました。はい。1分間だけ標準語でお願いします。え？いいけどなんで？インドネシアに来てください。行きます。行きたい。I want to go to Indonesia.行きたい、めっちゃ行きたい。握手会とか、そうね、なんかね、最近またそのコロナとかが流行ってきてるみたいね。握手会やりたいんですけど、ちょっとね、難しいかなっていう感じなんですよね。サマーゴーランとかホナマタネ様はね、でもね、この曲こそ本当に一人で歌えへんのよな。歌いたいねんけど、考えます。歌いたい、めっちゃ。久しぶりに拝見できて嬉しかったです。瀬戸利が、あ、おめ、カラオケの18番ですよ。どれ？全部かな。女性の方、男性の方、嬉しいです。そう言っていただけてありがとうございます。私も私の大好きな曲なんで完全に18番です。今回の瀬戸利はお話し会ね。確かにお話し会したいなぁ。なんかね、一回やったんですよ、特典会でお話し会っていうのを。だから、やりたいね。考えます。ジェース、おかん、ちょっと、あー、早い。こんばんは。今メス、うん？今ご飯食べてるけど好きだよって。何それ、なんでくっつけたん、その文章。好きだよでいいし、今ご飯食べてるよでいい。特に怪獣の花歌ね。俺はやっぱりそうだよね。嬉しい。よかった。なんか今日もなんか配信ね、ありがとうございましたっていうので配信したいなと思ってて、時間を考えた時になんかみんなきっとね、あの後もなんか用事あったりとかねしたかなって思ってこの時間にしてみたんですけど、したらしたでいいもののすごくね眠いんですよ今。あくびが大量発生します。って言ってたらあくび出そう。バーイ。ハート出んのかな、無理か。 I'm from Japan。感想会、え、聞かせてよ。なんて言ってたの？ネタバレ禁止のお願いしますよ。ほんまお疲れって。ありがとう。551帰ったんやって。いいやん。あれ、さっきのおすすめは？あれ？さっきのおすすめもしたいんけどな。ぜひ。551美味しいもんね。わかるわかる。帰りの新幹線で爆睡してて起きたら始まってた。あ、インスタライブ？そういうこと？みんなもね、疲れてるね、この炎天下で余計ね、体力消耗しちゃうと思う。本当に皆さん体調には気をつけて、睡眠いっぱいとって、ご飯もいっぱい食べて、過ごしてください。どんな内容やったんかは、しーです。ゴー！おいーって、あ、ありがとう。
商品名ね、商品名はタコパティエってやつ。サキティも体調気をつけてねって。ありがとう、嬉しい。今日はぶっ倒れそうになった暑さで。そうね、本当に暑かったね。本当に暑かった。みんなもうほんまに気をつけて。ほんまになんか自分が知らんへん間に結構体力消耗してたりするやん。気づかないよね意外と、ああいう時って。可愛かったから東京も楽しみだねって。うん、楽しみ。 Your real name コーン、わかんない。お兄さんじゃない、お姉さんって言って。とても面白いお兄さんですねって。あれかな、海外の人かな、変換でお兄さんになっちゃったかな。 My name is Saki。 Saki。 クーラーガンガンに入れてるって。でも入れすぎて当たりすぎるとまたクーラー病みたいになっちゃうからね、風邪ひいちゃうからね。難しいよな、その塩梅がな。わかるわかる。んでもクーラーないとね、寝れないし過ごせないですもん、なんかお家の中では。ぜひ買ってみてください。暑すぎるからいいで、プラモデル。おー、いいじゃん、作ってんの。いいやんいいやん。インドネシア行くね。最近大変なことあったけど、おかげでめっちゃ元気もらったって。最高のプレゼント、お誕生日おめでとう、おめでとう。いい日にしてね、誕生日。東京もあるからもし時間あったら来てね。内容変わるし、ぜひ来てねって。いやでもね、そうやってみんなに言ってもらえるのはすごく嬉しいです。めっちゃ嬉しい。くるみくること全く知らなかったです。本当に知らなかった。あ、でもライブに来てくるっていうのは知ってて、でもでまず最後までいるっていうのも知らへんかったし、出てくるとかも知らんかった。あのケーキもその本当にスタッフさんのが用意してくださって、それがくるみが、ね、出してくれてっていう。本当にね、ありがたいですね。可愛すぎるねって、ありがとう。東京は場所は新宿村、新宿やね、新宿村のライブステージで、日にちが8月12日開演が13時30分ですっていう感じです。Please tell me your country. My country, Japan. Japan, Japan. 新宿の駅は広いから気をつけてね。わかる。私は東京で一番迷子になるのが新宿なんです。私はもう道はめっちゃ強いタイプなんですよ。もう基本迷子せえへんし、行った道は結構一回で覚えることが多いんですけど、もう新宿だけはほんまに怖い。もう迷路すぎて全然わかんないです。Yes, Japan. Thank you. はい。まあね、今日皆さんにお礼を伝えたかったっていうのと、あとは明日ね、私の生誕祭を東京でも開催させていただくことになりまして、それのチケットの販売が明日から、明日の20時から始まるんですよ。なので皆様ぜひ8月12日の
13時から会場かな、でも開演が13時半なんですけど、その時間から私の生誕祭を東京で新宿の方でさせていただきますので、ぜひ遊びに来てください。絶対楽しいから言っときます。絶対楽しいから聞いてね、聞いてね、聞いてね。大阪梅田、東京は新宿がダンジョン。確かにね、新宿行きます。来てください、楽しみ、会いに行く。うわー、俺も来て、来るんだ、俺も来るんだありがとう。はい、場所、場所新宿村ダイブだってば。眠たい、今日早起きやって眠たい。もう生誕祭楽しみにしてますよって、楽しみにしててください、楽しませるので。Please speak Hindi, Saki. I can't speak English Hindi. Sorry. Thank you. Thank you. Hungry. Sleepy. Smiling. Happy. Very English difficult.西口もない、その西口がどこかも分からへん。新宿ほんまに分からへん、いやだー。でも東京の人はさ、新宿はもう全然来ちゃうんだよね。先がね、大阪をちょいのちょいといろんなとこ行けるようにさ来て、国際的やねって、国際的。何のポーズこれ。非常に綺麗って。Thank you. ちょっとね、もう眠たくなってきちゃって。もう眠たくなってきちゃった。目が開かない。目が開かない。まあ、そう。池袋のが前の私だけかな。え？いや、圧倒的に多分新宿の方が駅的にはすごく大きくない？広くないですか？敷地内とか、出口の量とかも。圧倒的な気がする。で、どうなんでしょう？わかんない。そうなんかな？なんか、池袋は、まあ、なんとか行けるけど、まあ、なんとかも行かれへんねんけど、もう、新宿がもう本当に何もできなさすぎて、すごいんですよ。ちょっとほんまライブ遅れへんようにするわ。迷って、当の本に迷子なってるんで、みたいな、やめますね。気をつけます。まあね、この配信は今日皆さん来てくれてありがとうっていうのと、東京の生誕祭もぜひ開催するので皆さん来てくださいっていう。んで、今日の、お衣装ね、すごく可愛かったじゃないですか。その時の写真とかもいっぱいたくさん撮ったので、また、毎日、どん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 と上げていこうかなと思ってるので、ぜひチェックしておいてください。ではまた明日チケット発売の時になったらお知らせしますし、また喋ります。はい。じゃあねー。もう寝るね。おやすみー。衣装あげる。でも東京の衣装も超楽しみにしてて。じゃあね、みんなおやすみなさい。バイバイ。